はい、ネットで友達と飲みながらお話ししてた時に車あるよって言われたから、お、何って聞いたらですね、ランクルって言うから、その場でノリで買いました。で、後で原車見ても見せてもらったら、ショートで短いしピンク色だし、え、俺これ買うって言ったのって後で後悔したんですけど、はい、そういう感じで仲のいい友達だったんで、そのまま購入させていただきました。以前からはありました。 YouTube とかでなんか最近出始めてて、四駆かっこいいなとか、ジムニーとかも興味あったんでいいなって思ってて、もうせっかく声かけがあったからと思って買いました。カスタム、やっぱこう中古の部品とかが多いですけど、バンパーとシュノーケルも自分で買ってつけましたし、あとはやっぱ積載が少ないんでルーフラックつけて上に荷物乗せれるようにしたりと。あ、見られますね、おばちゃんとかおじいちゃんとか、ちょっと年上の方がよく見てくださるかな。やっぱ色ですかね、色がやっぱこの車しかない色だし他と被らないから変な車だろうなってみんな思われるんでしょうけど、まあ仕方ないかな。私もおっと一番最初思ったし、それが嫌で林道とか黒缶コースとか走って、でもそこからいろんな人とつながってみんなが褒めてくれて、あ、やっぱり悪い色じゃないんだなって、いろんな意見あるかもしれないけどみんな、ね、違っていいじゃないかみたいな、そんな風に思いました。あ、いっぱいありますよ。まず白に変えたいですね。まず白に塗り替えて、まあ内装もちょっと彼女が、もう彼女にこの車あげたんで、で私これのもう1台マニュアルのシルバー買ったんですよ。だから私はそっちで黒缶して、そっちはそっちカスタムして、でこの車は彼女仕様で白に塗り替えて、内装も白にしてシートも変えようみたいな。で私のシルバーのやつはもう一回こう綺麗なピンクに塗り直そうかなっていう。パーツはプラド系結構あるじゃないですか、だからエンジンの重要部品みたいなところはまだ出たりとかするらしいんで、ただあのマニュアルのミッションの、あのフライホイールが出ないらしいんで、そこは壊れたらどうしようかなって今考えてはいますよ。行きますね、林道とかオフロードコース行ってしっかり乗ってたんで、まあ枝傷とか目立たないようにはちょっと頑張りました。はい、クリアが結構厚いんですよこれ、あのピンクとか赤だから色が落ちないようにということで、その点クリアが厚かった分傷が目立たない、あとワックスとかも厚めに塗ってとか、その時走ってましたね。ノデリアジやっぱ小回りが効いてすごく、あのターボなんで加速もいいですし、まあ、あの高速乗ってても全くこう何でしょう、ストレスないですし、街乗りでもちゃんと止まってちゃんと加速してって、みんなにおすすめしたい一台なんですけど、荷物が乗らないのがちょっと難点かな。九州はそこそこ行きましたけど、関東方面は今回が初めてです。ちょうど2週間ぐらいお休みいただいたんで、フェリーで横須賀まで来て仙台まで行って牛タン食べてこっちまで来ました。ちょっと私半年ぐらい出張に行ってて乗れなかったんですよね。で隔離が終わってた時に彼女がこの車でフェリーで来てくれて、そこから旅が始まったんですけど、まあ、半年ぶりだからかもうめちゃめちゃ運転楽しくて、あー懐かしいって俺のランクルーって言いながら乗ってたら、あっという間にもう仙台からこっちまで着いちゃいました。あ、そうですね、やっぱショートがとてもこう乗りやすくて、でターボでいいですし、他の77とかちょっと価格帯が高いんですよね。でショートは
やっぱ乗らないし家族連れだとみたいなところもあるんでしょうけど、価格帯が相場安かったんですよ。だからこう壊れてもまあいいかなぐらいで乗れる。ジムニーの新車より安いしパワーもあるし、乗るならやっぱこの車だなと思って71のプロです。もう1年半動いてないですけど、買ってからそれを目標にちょっとこれから頑張ります。行きたいとこ行きたいとこある？あ、まず山梨には行きたい。あ、この後山梨に行くんで、山梨行って、まあ、できれば5合目とか行ってですね、ちょっと写真でも撮ってって感じですかね。まあ、ランクルの魅力はやっぱランクルつながりでいろんな人と出会えていろんな話ができるところがいいですね。はい、同じ71プラドもこの会場で会いましたし、郡山に乗ってる方がいるんでその人に会いに行って一緒に写真撮ったりとか、はい、ずっと乗っていきたいなって改めてここに来て思いました。